大関の栃ノ心写真を拡大。大相撲名古屋場所で7日目の14日から休場している。新大関、栃ノ心、30イコール春日野部屋、は、再出場しないことが明らかになった。名古屋場所中のドルフィンズアリーナ、名古屋市、で17日、師匠の、春日野親方、元関脇、栃ノ若、が、再出場は、ない、と断言。これにより負け越しが決定的となり、秋場所、9月9日初日、両国国技館、は、いきなり角番となる。栃ノ心は初日から5連勝も6日目に玉鷲に敗れた相撲で、右足親指を負傷していた。栃ノ心は愛知県春日井市の春日野部屋で朝稽古後に、相撲を取りたいけどこの状態では無理。退場所のために少しずつ、体を、動かさないと、と話した。患部は赤黒く変色しており、親指をつかないで歩いている、と現状を口にした。場所後の29日に始まる夏巡業の参加については、多分最初からはいけない。途中から、と状態を見ながら決める見通し。新大関の負け越しは2000年名古屋場所の雅山以来。